ダッキ殿と政宗との学務の間楽しみだの。そう、オロチの毒気にやられた人の方がまったく世話の焼ける。劉備将軍、彼らの野望は止めねばならぬ。捨ておけばまたダッキが息を吹き返そう。劉備殿、政宗のことはよく存じておる。どうか説得役を任せてはもらえぬか。家康殿、そのお言葉に甘いよう。政宗を説得し、ダッキから引き離してくれ。 まず東砦を制圧せよ。王族の諸君も呼び込むのだ。この総大将は家康か。これは油断できるな。本軍来着まで砦の防衛に徹するのじゃ。 敵将ストッパリ。この砦は受け持った。まさかね、存分に天を狙いな。 さすがは天下御免の戦、皆、自分を避けよ。イエスと、これより我らも覚醒します。 敵将、撃ち取ったり。敵将、撃ち取ったり。竜となんて敵陣を駆け抜ける。 西の砦に兵糧が蓄えられているもようです。兵糧か。奪わば敵の士気を奪け。敵将、撃ち取ったり。 中央の砦に一つ飛び寄る。我、砦で燃やす。ダッキなどとまたも手を組むか。政宗、悲しき男よ。
楽器狩りをせんとしておること気づいていように。オロチが滅んだ時、新たなる乱世の幕が開いた。ならば、私がこのオロチの世界を継ぐ竜となる。邪魔、どけ。政宗様、我が方の援軍到着、遅れておる模様。バカめ、何を手間取っておる。待ちくたびれたわ。全軍攻勢に転じよう。我らが争うことに何の意味があろう。世を乱す楽器を捕獲するため協力してはくれぬか。断る。すでに乱世は始まっておるのじゃ。ごめん。面目ござらぬ。政宗は説得できず、楽器は姿すら見つけられなんだ。ただ時を無駄にしただけではないか。待て、楽器は我らを政宗と戦わせて、楽器の真の狙いは時間稼ぎか。ならばあの女狐を早く捕らえねばまずい。諸葛亮殿も同様のことを仰せでした。事態は一刻を争う。我共に戦う。それはありがたい。頼りにしているぞ。では準備が整い次第楽器の捜索にかかろう。考え事かね。珍しい。恥ずかしいことだが、楽器の動きが読めない。人が引っかき回すせいかもしれぬが。楽器は人と戦い、人の差がを知った。そなたは知らぬゆえ、お手に回る。そなたも時が経てば、人がわかろう。
略が冴えるのはその時ではないかな。